こんにちは、みほです。今日も動画をご視聴いただきありがとうございます。今日はですね、エアクローゼットっていう洋服の定額レンタルサービスを紹介したいと思います。はい。で、この紹介するのって今回案件ではないので、私が調べた情報とあと正直な感想になると思います。だからね、ちょっとねマイナス面のことも言うかもしれへんって感じでよろしくお願いします。はい。で、まずですね、エアクローゼットは洋服のサブスクなんですけれども、定額で洋服を借りて、で返す、自分が今まで洋服を購入していたお金を借りるっていうのに、スライドさせるっていう感じで、メリットとしてはスペースの確保だったり、高い洋服を買って飽きたらどうしよう、捨てにくい、処分しにくいっていうのもないかなっていうのがメリットやと思います。あとですね、クリーニング、洗濯っていうのは家でやってもいいし、短期間で返す場合は自分でねしなくてもいいっていうのがあります。私は基本的に洋服ね買うのも含めて好きなんですね。だからこういうレンタルサービスって全然興味なかったんですけれども、ちらっと見た時に初回は半額になるっていうのを書いてたので、今回試しに頼んでみました。で、届いたので早速中身を紹介したいと思います。実はね、開けちゃいました。待ちきれんで開けたんですけど、こういう袋に入って届きます。段ボールじゃなかったですね。エアクローゼットって書いてて、で、この中に私が選んだプランっていうのは、ライトプランとレギュラープランっていうのが多分あると思うんですけど、そのライトの方ですね。どういう違いかっていうと、ライトの方は3着服が届いて、で、交換期限はないけど、1ヶ月に1回、料金が発生する。だから1ヶ月に1回交換できるっていうイメージやと思うんです。これね、本当にね、申し訳ないんですけど、エアクローゼットさんのシステムを動画の中ではっきり紹介しようと思って、めっちゃ調べたんですけども、いまいちね、システムがわからなかったんですよ。ここちょっとマイナス面やと思うんですけど、システムがわかりにくいっていうのはね、今持ってる感想です。はい。なので今からね頼もうと思う人はちょっとねご自身で調べてみてください。はい。で、もう一つのレギュラープランっていうのが借り放題っていう形になります。これはね、だから交換いくつでもできるっていう形だと思うんですけども、それもねちょっとねわかんない。私はっきりと聞かれて答えられるっていう感じにね調べたんですけど、ならなかったです。ごめんなさい。はい。で、着た洋服っていうのが早速見せると、トップスが2つとスカートが1点届きました。こういう不織布の袋にくるまれて入ってくるんですけども、2着トップス両方ともニットでした。こんな形のニットですね。袖がちょっと短め、7分ぐらいかな。で、パフスリーブになってます。これが1点目で、2点目は紫のニットですね。至ってノーマルなニットです。薄手かな、ちょっと薄手だけど寒くはなさそうですね。シワにもなりにくそう。これが2着目。3着目はスカートです。ここにね今かけてるんですけど、ちょっとね畳んでる時間が長かったんでシワっぽくなってるんですけど、マーメイドラインのミドル丈かな。で、後ろにゴムがついてます。で、ベルトがね別で、こういうねウエストベルトがついてるスカートが届きました。これがですね、最初ってどんなお洋服が来るかわからないじゃないですか。で、初回限定でスタイリストさんが選んだ洋服っていうのを画面上で確認することができました。で、もし、どうしても嫌っていう場合は、なんか要望を出して交換っていうのも初回だけできるそうです。で、スタイリストさんがついてくれるんですけど、最初に自分の要望を細かく出すことができます。身長体重を書くとかね、年齢書くのはもちろんなんですけど、自転車に乗る乗らないっていうのをチェックするのがあったのと、オフィスで仕事用として使うかどうかっていうのがね、あったのははっきり覚えてます。で、私は他に要望として出したのが、髪型ですね。金髪ロングです。それから骨格のタイプはおそらくウェーブ体型、そしてパーソナルカラーはスプリングですっていうことと、袖が私ねボワボワしてるとか長めなのがあんまり好きじゃないので七分袖ぐらいのが好きです
っていうふうに書きました。あとはたまに自転車乗りますっていうことをね書きました。それからパンツよりスカートが好きですっていうのを書いて選んでもらったのが先ほどのコーディネートです。要望通りニットはね、袖がねぴったりしてるやつ、こちらも袖こんな感じだし、最初のパフスリーブのニットもこれ完全にね短めですよね。まあ私のね体格が小さいからこれ今から着てみるんですけど、どんな感じになるかはわからないけど、多分ね短めに落ち着くと思います。サイズとか好みはねいろいろ書けると思うんですけど、一点私がねすごいあーって思ったのが、最初に身長を入れるところがあるんですが、その身長の選択が149センチからになってたんですね。私身長148なので、あ、そもそも、まあ、イヤークローゼットさんの規格外なんやなっていうのはちょっと思いました。もちろんね一般的にお洋服買いに行ってもなかなか私サイズってないので、もうほとんどキッズ寄りの体型なんですね。子供服がぴったり合うっていう感じなので、ただ子供服だとやっぱりバストとか腰回り、お尻回りがね、体型が子供とは違ってくるので、その辺がお洋服は長年悩みではあります。はい、では今からね着てるところを紹介したいと思います。これねめっちゃいい。色も私のタイプやし、この袖ここがふわっとしてここがぴったりっていうのもねすっごい気に入ったから、これやったら買い取りしてもいいかなって今ね思ってるんですけど、買い取りする金額っていうのがね今わからない状態なので、ちょっと後で調べてみたいと思います。まあ買い取りするにあたってやっぱりね新品と同じ価格レベルやったらなんかうんって感じですよね。でもこれね本当に良かったから、買えるんやったら買いたいなって思いました。これね正直なところ着る前はいまいち地味かなとかね、好きな色が私パステルのピンクとか暖色系が好きなんでと思ってたんですけど、着てみた感じめっちゃ良かったんですよ。サイズ感とフィット感と、まあ、形がねすごい良かった。特にこのトップス、袖がピチッとなってるけどここはふわっとしてるでね、色もベージュ好きやし、ちょっとねグレー味はあるんですけど、このねトップスがねすっごい気に入りました。で一緒に着たスカートとの合わせもしっくりきたし、なんか意外や意外、ああ発見したなって思ってます。でこれを買い取りできるのかなっていうので、まあ買い取りできるっていうのは知ってたんですけど、サイトの方を見てみたら今ね初めて見つけたんですけど、今回届けたアイテムについてスタイリストさんのコメントがありました。どういう風にコーディネートしたらいいかとかアドバイスなんですけども、そこねちょっと読んでいきます。はじめまして、エアクローゼットです。これからたくさんのお洋服とのワクワクする出会いをお届けしてまいります。あ、これねちなみにスタイリストさんの H さんっていう方がね書いてくださったって、はっきりここにお写真も載ってるんですけど、今回はご登録情報を参考にアイテムを選ばせていただきました。お気に召していただけると幸いです。肩にギャザーを寄せた丸みのあるパフスリーブがポイントのリブニットとベルト付きのマーメイドスカートを合わせたスタイルのご提案です。ニット
とはウエストインしていただき、すっきりとしたスタイルにショートブーツやバレーシューズと合わせてレディライクなスタイルに、寒い日はヒートテックのような暖かいインナーを合わせてくださいねって書いてあります。で、次に紫のニット、もう一点はシンプルなデザインのラウンドネックリブニットです。同梱のスカートと合わせてグラデーションコーデに、ブラウンやベージュのショートブーツやパンプスを合わせても素敵です。ブリーツのロングスカートとスニーカーを合わせてカジュアルなスタイルもおすすめです。お届けしたアイテムはぜひたくさん着回して楽しんでくださいね。これからどうぞよろしくお願いしますっていうメッセージがあったのと、あとアイテムの定番着こなしメモっていうのがありました。これはですね、タイトスカート合わせ、デニムパンツのね、このニット合わせてもいいよっていうのもあるのと、あとみんなのコーディネートっていう写真が載っていて、同じアイテムをね使った方のコーディネートがあるんですよね。多分届いた人がアップロードしたら掲載されるんですよね。顔写真加工してる人もいますね。あ、でちょっと思い出したんですけど、スカートを選ぶところがあって、ウエストにリボンがねキュッと結ぶようになってるデザインが好きか好きじゃないかみたいな項目があったと思います。今ねこのニットにウエストリボンのスカート合わせたスタイルの方がいて、あ、なるほどなって思いました。だからウエストにリボン、私はねそんなにどっちでもいいけど、なくていいかなっていうタイプなんで、嫌な人はね好まないっていう風にお知らせしたらいいと思います。このねニットってパープルもあるみたいですね、色違いが。でここに投稿する欄があるから、あ、なるほどね、はいはい。あと会員特別価格と最大割引価格、今ならいくらっていうのが載ってて、これ購入できるっていうのが確認できました。今なら3349円、税込み3683円でこれ買えるみたいです。元の価格は会員特別価格6900円、税込み7590円って書いてあるから、新品ではないと思うし、半額ぐらいかな。で買えるんやったらこれね本当に使えそう。でもねパープルがあったんやったら、私パープルも結構好きかな。スプリングのね、イエベーやったらパープルよりこっちがいいんやろうけど、なんかみんなの着用のコーディネート見たらね、パープルすごい可愛いなって思いました。で次スカートの方ですね。スカートも定番着こなしメモがありました。ベルト付きのマーメイドスカート、トップスにはリブニットを合わせてカジュアルに、ラウンドネックのとろみブラウスで上品にまとめてもいいですね。あー、とろみブラウスね、私ここにリボンついたブラウス最近買ったので、それ合わせてもいいかもですね。でこれが今買い取るとしたら2923円、税込み3215円で、このスカートねちょっとね立って見せると、こっちこれですね。最初はね全然ピンとこなかったんですけど、着てみたらサイズ感ぴったりやし、シルエットが綺麗なんで、意外にねこれもねすっごい良かったです。だから最初コーディネートのチェックをするときにこれやめてもらおうかなと思ったんですけど、そのまま OK して着てみてよかった。で次がラウンドネックのリブニットですね。フレアスカートとポインテッドトゥーパンプス合わせて上品スタイル、ワイドパンツとスニーカー合わせてもカジュアルに、これもね皆さんのコーディネートが載ってます。で買い取りするとしたら2639円、税込み2902円ですね。あとは最後にアンケートがあって、品質について気になる点があれば教えてくださいっていうのがありました。あとお届け可能なお洋服のバリエーション 87%、 これはねちょっと意味がわからない。お届け可能なお洋服のバリエーション 87%、 私のサイズ感とか希望であと 87% 選べる洋服があるって意味なのかな、ちょっとわかんないですけど、着てみた感じねすっごいね試してよかった。でこれタグとかもあるから、新品が欲しかったら探してもいけるかもしれないですね。で返却の方なんですけれども、ライトプランはね自分の好きなタイミングで、ライトプランもレギュラーもか両方やと思うんですけど、こういうね袋、この袋に入れて返却しますっていうことですね。で送料も330円かな、送料かかります自分で。で最初に使い方としてこういう感じ、 How to useのはね入ってきます。ちゃんとアプリの使い方とかね、気に入ったら購入もできるとかね、感想を伝えるとか書いてるんですけど、感想とかねめんどくさかったらしなくてもいいのかな。でステップ、返却のステップもこんな感じで書いてます。
お問い合わせ窓口として、まあ、オンラインガイドとかもね、あるけどね、ちょっといまいちね、最初の取っかかり部分が月額いくらの返却システム、こういうのっていうのがね、こんな感じであるっちゃあるんですけど、料金体系があんまりわからないっていうのがデメリットかなって思います。まあ、一回使って慣れたらね、それで全然いいと思うんですけれども、あとこういうブックついてますね。パーソナルスタイリングってどういうことっていう紹介文ですね。こういうのはしっかりついてるんですけれども、まあ一人一人に寄り添って自分自身の変化を楽しめる体験をお届けしたい。新しい出会いを楽しんでもらいたい。まあ、結局、自分で選ばないようなものが届く。で、新しい自分を発見する。あ、意外とこの色も似合うなとか、こういう形の服着やすいなとか褒められるなっていう新しい体験を楽しむっていう面ではね、すごいいいかなと思います。あとインタビューとかもね、載ってます。でね、始めたきっかけが紹介されてるんですけれども、1位、2位、3位の1位が新しい服をいろいろ試したかったっていう方が多いみたいで、次に2位、自分に似合う服を知りたかった、3位、スタイリストのアドバイスが欲しかった、お仕事をしている服で通勤用として使っている方が 90% 以上いらっしゃるそうです。で、またお子様がいて子育てに忙しい方がね、使ってる割合は 40% 以上ですね。妊娠中、授乳中っていうのも要望に書いたらチェックがあったかな、ちょっと忘れたんですけど、そういうのも考慮して選んでいただけます。で、実店舗もあるみたいですね。パーソナルスタイリングを無料体験できる実店舗が東京の表参道にあるようです。はい、今日は私が初めて試してみた洋服のレンタルサービスエアクローゼットについて個人的な感想をお伝えしました。よかったらチェックしてみてください。最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。私のチャンネルでは40代の日常、美容健康ファッション、今やっている大人の私立矯正、岡山の地域情報などを発信しています。よかったらチャンネル登録、高評価、リクエストもお待ちしています。ライブ配信の方ポコチャでやってますので、ぜひ遊びに来てください。バイバーイ。次回はね、美容系フェイスマスクかな、多分その辺の動画出すと思います。